皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。サンデーやーということで、今日は週末だ、パン親子のコーナーでーす。ということで、パン焼きハマってまして、週末だ、パンを焼こうのコーナー、無事2回目を迎えたわけなんですけれども、パン屋さんに必ずあるような定番のパンといったら、ウインナーロールがかなり定番かなとは思うんですけど、今日はちょっと成形の仕方を工夫して、編み込みにしながら、見た目もおしゃれな感じの編み込み、ウインナーロールパンを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。まず、パン生地を作っていきます。強力粉 150g をボウルに加え、両端にくぼみを作り、片方のくぼみに塩 2g、 溶き卵 20g、 反対のくぼみに砂糖 10g、 ドライイースト 2g、 表面程度に温めた牛乳 75g をドライイーストめがけて加え、菜箸などを使い混ぜ合わせていきます。ある程度混ぜ合わせたら、ボウルの中で材料をまとめ、バター 10g を加え、バターを練り込みながらこねていきます。はい、では今生地をこねて、伸ばした時に膜が張る程度まで生地をこねたので、丸めて閉じ目を下にしてボウルに入れ、ラップをかけ、温かい場所で1時間から1時間半一時発酵していきます。アレンさん、ヌシはもう今ご飯食べたやろ。ヌシさんも先、あんた優先的やから先にご飯食べたでな。気に入るフードがあったらよかったね。コメントでね、心配してくださる方もすごいいたんですけど、すごい食べるので、おお、あれすごい豆を食べるね、あんたは。豆、美味しかった？ご飯すごい美味しかったよ。では今一次発酵を終えて、生地が2倍程度に膨らんだので、抜きをして生地を5等分し丸めて、ラップをかけ10分休ませ、生地を10分休ませたら縦長の楕円形に伸ばし、中心にウインナーを置くので、余りの余白の部分に7本ほど切り込みを入れていきます。切り込みを入れたら、中心に粒マスタードとケチャップを塗り、今日はちょっと大きめで太めのウインナーなんですけど、これを1本と半分入りそうなので1本半置いたら、まず片方を置いて、そしたら今度逆を置いていきます。これを何度も繰り返し、生地を編み込んでいきます。最後、閉じ目の部分はこういう感じでしっかりくっつけておきます。成形した生地はこのまま天板に並べていきます。生地を成形したら、ラップをかけ、温かい場所で30分から40分、一回り大きくなるまで二次発酵していきます。はい、では二次発酵を終えて、生地が一回り大きくなったので、先ほど生地を作る時に入れた溶き卵がだいたい半分くらい余るので、表面にハケで溶き卵を塗り、180度に予熱したオーブンで15分焼いていきます。はい、じゃあ今こんな感じに焼き上がりました。ではあと中にケチャップとマスタード入ってるんで、そのまま食べてもいいですし、ちょっと薄いなって感じたりする場合は、上にマスタードとケチャップとパセリを上からパラパラっと散らしたら OK。 はい、ではこんな感じでちょっとおしゃれな編み込みウインナーロールパンの完成です。
感じにできました。では早速一本ちぎってみましょう。パンもふわふわに出来上がりました。はい、では今回は休日だパンを焼こう、ちょっとおしゃれな編み込みウインナーパンを作ってみました。それでは本日はホットコーヒーで乾杯。ほっ、カフェイン。じゃあ早速いただきましょう。ちょっと今日ね、姉が来てたんで、2個持って帰ってもらったんで、ちょっと残りこんだけになってるんですけど、150g くらいの分量で作ると、ちょうど1回で食べきれるくらいの、ちょうどいいくらいの量ですね。じゃあこのね、何もつけてない方いただきます。うまんな。今回はパン生地に溶き卵を加えているので、ほんのり卵の風味がするような、でもすごいふわっとした生地がすごく美味しい生地で、卵液をパンの表面に塗ることで、なんかアンパンマンに出てきそうだなんかすごいテカッとした綺麗なパンで、ほんのりサクッとした表面がすごく美味しいパンに仕上がっていると思います。で、味はちょっと薄かったら上にケチャップとマスタードつけてもいいんですけど、ウインナーの塩気と中にマスタードとケチャップ入れてるので、そのまま食べてもすごく美味しく食べられると思います。で、ウインナーはすごい長いやつを買ってもいいんですけど、結構長いやつで値段がしてたりとか、あまり売ってなかったりするので、袋に入っているようなウインナーを2本とか1本半くっつけて作ると、手に入れやすいウインナーでもすごく綺麗に美味しく仕上がると思います。で、成形は見た目以上に簡単なので、ほんと横にちゃっちゃっと切り込みを入れて交互に重ねていくだけなので、見た感じ結構難しいかなって思われると思うんですけど、すごく簡単に作れるパンだと思います。なんか中のウインナーを好みのウインナーとかで種類変えながら作っても、いろいろ作れて美味しく食べれそうですね。で、大きさもそこまで大きすぎず小さすぎずって感じだと思うので、大体長さがね、この手くらいの長さなので、結構パクッとペロッとすごく美味しく食べられるパンです。はい、ということで今日は編み込みウインナーパンを作ってみた動画でした。パン屋さんなんか行くとウインナーパンってすごく定番であると思うんですけど、ちょっと成形を工夫しておしゃれな感じで作っても見栄えもよく、すごく美味しく食べれるレシピだと思います。まあ、難しそうに見えてすごく成形が簡単なので、でかつ焼きたてはほんとめちゃくちゃ美味しいので、ぜひパン作り興味ある方作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイウインナー。残った卵とウインナーでほうれん草オムレツ。最高の休日。